皆さんこんにちは、チョコバナナです。今日はですね、制服を着てて裸眼なのでちょっとね、学校メイクを、私は学校にメイクしていかないのではあんま分かんなかったんですけど、ちょっと挑戦してみようかなと思って、バレない、多分絶対バレないであろう学校メイクをこちらの3つのアイテムを使ってしていきたいと思います。まずはこちらのビセのコンシーラー、ナチュラルベージュっていう色を使って赤みが気になるところだったりクマだったりを隠していきます。あとはニキビも隠してもいいんじゃないかなと思います。私はここの鼻の周りが赤くなるのでここをまず塗っていきます。あとはここのニキビが若干気になるのでここも塗って、これそんなにあのカバー力がなくて、むしろ保湿してくれるような感じなので結構おすすめです。ナチュラルメイクにはちょっとカバー力が足りないので、普通に使うにはちょっと物足りなくはなるかなと思います。口の脇ここをね塗るとね、割とね顔がちょっと変わると思います。こんな感じで本当にカバー力はそんなにないんですけど、これをスポンジかなんかでなじませていきます。はい、こんな感じです。そしたら次はクリームアイライナー、私は3コンセプトアイズのものを使うんですけど、ちょっとクリームアイライナーだったら多分何でもいけると思います。で、上の粘膜のところ、まつげのギリギリのところを埋めていきます。結構これを塗ることで目がちょっと大きく見えるんですけど、バレにくい化粧だと思います。これ危ないので、ちょっと練習が必要なんですけど、まぶたをこう上げて注意しながら少しずつ埋めていきます。怖かった。今のコツは目頭までがっつり描いちゃうとちょっとバレやすいので、この黒目のここまで、こっちからこっち側を塗っていきます。ちょっとさっきより目がはっきりしたかなと思います。ちなみに今回使った3コンセプトアイズのクリームアイライナーは、わかるかな、ブラックじゃなくてダークブラウンを使ってます。ブラックよりダークブラウンの方が結構馴染みがいいので、よかったらこんな感じの色探してみてください。最後はこちらのキャンメイクのクリームチーククリアの CL01 番を使ってリップを塗っていきます。これ調節、色の調節ができるのですごくおすすめです。もうちょっと高速が緩くて色付きリップぐらいなら許されるって時は、このエチュードハウスのウォーターティント、結構これおすすめです。で、ほんのり色づいてるかなぐらいがいい時は、リップ&チーク、クリームタイプのリップ&チークがおすすめです。ポンポンポンと指にのせて、唇にもポン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 のせていきます。こんな感じで自然な発色になりました。この上から自分が使っている薬用のリップだったりを重ねると、さらにちょっとうるっとした感じになると思います。私はいつもモアリップを使ってて、ちょっと高いんです、1000円ぐらいなんですけど、すごい私の唇には合ってていつもこれを使ってます。こんな感じで完成しました。近くによってもね、本当に分かんないと思います。インラインはね、こんな感じ、わかるかな。これからね、卒業式だったり先輩と写真撮る時とか、あとは自分がね写真に写る時とかあると思うんですけど、少しだけバレないくらいにメイクすると、結構写真も盛れるだろうし、写真って一生残るものだと思うので、ちょっと唇に血色感を入れたりしてみるのもいいんじゃないかなと思います。その当日に初めてやって、それをそのままの顔でいくのはちょっと怖いなって人は、休日とかにちょっと練習してみて、あ、これだったらバレないかなって感じで行くのもいいんじゃないかなって思います。よかったら参考にしてみてください。それではチョコバナナでした。バイバーイ。